そうですね、私のイメージで基本のキーは高く上に行って、うん、そこから分けると、なんかそういうイメージだった、うん、で結局結構低いところでも分ける気もあります、うん、まあ、いかにそれっぽくフォルムを仕上げるかが勝負なところもありますからね。そして木の種類がいろいろ書きます、うん、細い木もあったりして、うん、お、そして葉っぱの形がもっと尖ってるような葉っぱとか、バリエーションを意識して描いていっても、そうですね、木の種類が一つしかなかったらそれは森というよりも畑ですね。ちゅうか原生林って言うんですけど、一本あの杉だったら杉で、あのセコイアの木だけになっちゃってるじゃないですか。だんだんあの大きな木が育っていくと日当たりが悪くて下の木は育たないと同じ木だけの森になるんだ、ええ、ああ。じゃあこれ何でしたっけ。これは雑木林を今描いてるんですけど、という種類が、こういういろんな種類がまだ平等に、まあ、いろいろある感じです。そういう雑木林をあのそのままにするには、あのやっぱりその土地の持ち主がちゃんと取り除いたり、いろんな生き物の住処にもなってたりするんで。草のところは、まあ、輪郭になってないっていうか、こういう一本線だけででも大丈夫そうですか。まあちょっとこれぐらい離れてればこんなもんで、このまま背景になるわけじゃないんで、うん、仕上げてくれる人は、うん、ちゃんと草に描いてくれますよ。あ、でも原画として一本線とか、そうですね、それでもいいんだ、ええ、大事ですね、その枝が左右で同じところから出っ張らない方が自然ですね。そうですね、それっぽく描かないと。葉っぱの形はいろいろ種類を増やさないと、うん、背景を描くときに鉛筆の持ち方とか変えたりしますか。例えば私結構、うん、芯のところに描いて持ってるんですけど、うん、今の日野さんの持ち方は結構離れて描いてます、ね、うん、あ、そうですね、まあ、ちょっと距離を取って冷静になるようにいいね、本当に絵描きで我慢の練習ができますね、うん、まあ、根気のいる仕事ですからね、辛抱強く頑張る。あー綺麗。他の仕事と同じように、同じものずっと背景だとなんかつまらなくなりますね。ああ、そうですね、背景さんが仕事を変えて同じ業界でやってるのはあんまし聞かないかな。まあアニメーターがあのディレクターとか監督とかになるのはありますけど、ああ、いろんな監督的な仕事はいっぱいありますね。監督、強い監督、絵コンテとか背景とキャラクター描く人以外ポジションがいっぱいありますね。そうですね、色を塗る人もいるし編集する人もいるし、いろんな人協力して、アニメは本当にチームでも作るものです。そうですねでもみんな協調性ないんだよな、みんな自分勝手なんだよなあとアニメ業界の大変なところが、そのテレビ版を出した後にそれでも DVD 版のための
仕上げも用意しなきゃいけないですね。そうですね、テレビシリーズ直しきれなかったところを直しますからね、うんうんうん、ファンのためにそういう楽しみもありますね。まあ自分は立場上あのテレビシリーズが本番なんで、うんうんうん、特に直す必要ないんじゃないっていや結構アラとか残ってても10年20年経つと愛を持って見れるんですよ。ああなさないでそのまま。そう、子供の頃見た特撮でね、変な画像があっても許せるでしょ、うん、そうね、そうね、私もそう思ってます。結局こういう背景を仕上げてくれる時に輪郭線画はほぼ全部消えますよね。そうですね、これを下敷きに結構あの木の形とかも変えてきますよ背景さん。やっぱりいろんなブラシの形を使って、うん、あのイメージボードがこういう場面だったらっていうのがもう用意されてるんで、それに合わせてそっちの方が優先ですね。あ、じゃあ原画を描いてあげて、でその背景描く人はイメージボードを見ながらこういう形にしてくれるの。はいはい。今は空いているスペースにバランス的に足したり、奥の方の木ですよね。あ、で今は奥の方の影ですか。まあこれぐらいボケちゃってますよっていう感じで、じゃあ別に影じゃなくても、ええ、ぼかした、まあ、空でも奥にある色、まあ、昼間だったらこの奥ちょっと空色でにじんだ感じになってたら、あ、このもうちょっと行ったら外に出られるんだなとか見えるじゃないですか。もうこうやって色分けをして、あのここはかかってないんですけど、キャラが奥の方にいるときはこれこの素材を別に作るんです。ああ、そういう指示なんだ。まあブックって何？ブック処理って言って、あの、まあ、そういう素材を分けて撮影するんですよ。あ、引いたりデジタルで拡大したりとかいろいろできるよ。なるほど、別で描く、うん、手前だからこれをねピントぼかしたりできるし。おー、もしかしたらこれ緑になってる。あー、苔とかそういうのもいいし、さっきも書いてたようにこういう節のある植物でもいいし、とまあこんなとこですかね。すげー、ありがとうございます。はい、もちろん私たち、私トニーの絵よりも木の形はしっかりしているし、葉っぱの形がいろんな種類があるし、とりあえず比較しましょう。はい、最初はこういう元の絵を描いてくれました。茂みとか木とか、まあ、手前の方の茂みとかあって、で私が描いたのがこれでした。お、こんな感じです。ここからこうなりました。この前マイキーさんと木を描いて、この横になってる線とか当たりの尖ってる形頑張ったんですけど、まあほぼランダムに描いてました。こういうはっきりしてない線、後で比べてみるけど、こういう、まあ、いろんな小さいダイヤの形とか四角い形とか、まあ、V の形とか意識しながら描いた方がちゃんとしっかりした形になりますね。奥の方は何もなくて、まあ、この人は天国にいるのかどんなところにいるのかわからないですね。霧が立ち込めてるのかもしれないし、あー、そういうコツもありますね、うん、そしてトニーさん、まあ私と同じようで、下の絵を元にして道と、まあ、茂みとか木、私の絵よりもちゃんと木の種類がいろいろ描こうとしていましたね。ちゃんと縦になっている木とか曲がっている形の、まあ、盆栽的な形とか、すごいいいところが手前にある方が葉っぱの形がもっとしっかり見える形ですね。うろっていうのも描いといて、そして井上さんが描いてくれた林じゃないんだ、雑木林この一枚だけでいろんな勉強になります。まあ、真っ直ぐな道の
線じゃなくてちゃんと草が入ったり出たりして、あと石とかデコボコの形書いておいて、勉強になったところがこの、うん、なんかダイヤの形を目指して書いておいて、うん、で同じ形を使って曲がってるあたりを書いて下の方に影置いておくとすごいちゃんと植木っぽく、うん、これだけ覚えておくだけでも結構役に立ちます。あこの中にも影なんか出たりして下の方が影になってるところを書いておいて立体感がすごいうまくできましたことは勉強になります。そしてトニーも頑張って入れようとした草の形、こういう風に長いのも短いのもあとこういう一本線だけになっても草ってわかる形、そしてこの尖ってる三角的な形とかになっていて、四角い葉っぱと三角い葉っぱと手前にあるもっと大きく細かく見える三角い尖ってる葉っぱの形とかすごい勉強にいっぱいなっています。あとやっぱりまあ葉っぱの種類がいっぱいあってちゃんと雑木林っぽくなっているし、木の種類も太いのもあってこういう低いところでも枝が2個に分けて、で最後にさらにこの緑のあなんだっけ苔、苔、まああと最後に奥の方にまあボケてるよという指示になっていますね。比較にな全然ならないかもしれないけど一応比較してもらえますか。はいはい。こっちの方はね下のガイドにちょっと引っ張られちゃいましたよね。まあ木はいろんな種類が植わってるという想定ですので、結構ね小さなこういうひょろっとした木もあったりするんで、色分けこれぐらいしとくと分かりやすいかな。そうですね、私のイメージで基本の木は高く上に行って、うん、そこから分けると、なんかそういうイメージだった、うん、で結局結構低いところでも分ける気もありますね、うん、まあ、いかにそれっぽくフォルムを仕上げるかが勝負なところもありますからね。こういうあの線は別につなげる必要もないので、この場合タッチでこんな感じですよっていうのを表現できれば、まあそれはそんな感じですよね。この手前の、ね、葉っぱが大きいっていうのは立体感を表していいんですよね。こういう曲がってる木は、うん、こういうフォルムで描くならもう少しあの分かりやすいように描き込んでそれっぽく描くとか、ああ大きい盆栽にちょっとなっていますね、うん、結構ねじくれた木っていうのもありますからね、うん、じゃあ基本の形は良かったですね。うん、横の線が本当に役に立ちますね、うん、まあこんな感じ。よく絵本でありましたよね、子供の頃見た。あ、っていうかあのカービーっぽいですね、うん、最終ボスはなんか似たような形ですね。こんな感じでね、結構雑木橋というよりはこれは森にいそうですよね、奥深い森に。もう一つの私の気になっているところが、うん、私の絵で困ってたところがどういう風にこの辺りの線と木の枝の葉っぱの線を日野井さんの絵でどういう風に違っていったんですか。ああ基本そんなに変わってませんよ。あそうですね、うん、だいたいあの背景さんが描くときに色味とかフォルムも結構変えてしまいますので、これ背景さんは鉛筆で描くんじゃなくて筆で描くんですね。そうですね、まあアニメじゃなくてももし自分みんな自分の漫画の背景とか描いたりするんでしたら、まあでもそれこれこれでもいいですね。そうね、結構応用が効くんでね、こういうフォルムとか、じゃあ基本はこういう葉っぱの形、うん、あとこういう葉っぱの形はそんなに違わないんですね、うん、違わなくてもまあ両方使い、ここは変えておきたいなっていうところがあったら書き直せばいいし、まあ、基本はこれであの攻めてみるのもいいもんですよ。こういうカクカクしたのでフォルムを作っていくのに慣れとくのも結構便利。そうです、途中に見たけど輪郭全部線がなくても、うん、これみたいに上の輪郭がなくてもいい、うん、まあ雰囲気ですからね。うん、まあ、
ここら辺にさらに足してもいいし、ここら辺にさらに足してもいいし、ここら辺つけてもいいし、うん、こんなもんですかねって本当に勉強になりました。どういたしまして、ありがとうございます。はい、どうも。ではみんなぜひ登録してお願いします。そして他にも木の動画とかいろんなアニメーションとか絵描きチャレンジがいっぱいありますので、ぜひ見てください。バイバイ。バイなら。